東京に舞台が移ってから出てくるキャラの癖が強すぎて面白いのか滑ってるのかわからないですけど今後このキャラが生きてくることを願うばかりです。今回は六名館について調べてみました。六名館は1883年に外務卿の井上香織が 不平等条約の改正を促進すす。るたために建設した社交場です東京の現在の日比谷公園に位置していました。建物は除イやコンドルによって設計され、西洋風の建築様式でした。鹿鳴館には大広間や舞踏場があり、多くの政府や外交官の社交の場となりました。また、西洋文化の紹介の場としても、 重要な役割を果たたししま鹿し鳴館は1887年に井上が辞任した後家族会館として使用されました1940年に建物は解体され現在は跡地に石踏みが残っています鹿鳴館は明治時代の歴史を語る上で欠かせない建物であり当時の西洋化の象徴でもありました以上 歴史バカのわたくしが調べたので間違ってたらごめんね第33話のあらすじです万太郎は東京大学植物学教室の教授田辺に大学へ出入りさせてもらえないかと懇願する万太郎が小学校中退だと知った助教授徳永と講師大久保は猛反対。教室は不穏な空気に包まれる そんな中マン万太郎の土佐植物目録を見た田辺は万太郎に興味を示し「どうなる万太郎?」